皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしくお願い申し上げます。ということで、ゴールド級発電所新ポケモンの厳選優先順位を解説してみた。どんどんパウ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 。はい、ということで新フィールドが実装されたんですけども、そこでの新ポケモンがこのボスゴドラ、レントラ、クワガノンというところで、新食材の目覚ましコーヒーを持つ3匹ですね。で、この目覚ましコーヒーっていう風なのがかなり強いレシピが作れる食材なんで、まあ皆さんかなり期待という風なところで、まあこの3匹の厳選優先順位と、あと厳選の考え方、どんな感じの子がいいのっていうようなところを今回の動画で解説します。で、ただ最初に注意点があって、食材確率とスキル確率についてなんですけど、ボスゴドラとクワガノンは判明してるんですけども、レントラはまだ検証中というところになります。なので現在10月5日時点でレントラ検証中なんで、皆さんそこはなんか判明してるとか、そういった誤解のなきようによろしくお願いします。レノンクス様を参照にさせていただいてます。いつもありがとうございます。とはいつつ、この動画ね、ボスゴドラとクワガノンの数字が分かっていればもう十分に有意義な動画になってるかなというふうに思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画の構成の方、こちらになっております。まずは基本能力の確認ですね。基本的な能力確認しまして、そしてまあその暫定のスキル確率も込みなんですけども、期待チェックの結果、まあどれぐらいの食材量を拾ってくるのかとか、どれぐらいの木の実なのかっていうようなところをざっくりと、見ていきまして、そしてその次により詳しくですね、他のポケモンとの食材構成、まあ食材構成ごとの食材量を比較していきたいと思います。そしてその後スキル発生数、今回食材得意が3匹なんで、まあスキルそこまで、まあめっちゃ重要かというとそうでもないんですけども、ただちょっとね、比較だけは示しておきたいと思います。そして3匹の厳選優先順位の方を、これ課金額別に僕変わるかなと思ってるんで、課金額別にお話した後で、最後におすすめの食材構成とかサブスキルについての、まあ僕の現時点での考察をお話していきたいと思います。マジでこの3匹なかなか出ないと噂なんで、新フィールド、まあキャンペーンでしっかりゲットしたいんですよね。だからキャンペーンで効率に立ち回りができるように、ぜひこの動画最後までご覧ください。まず基本能力ですけども、ココドラ、コドラ、ボスゴドラというところで、鋼の食材得意の子ですが、まあ実装当日の動画でも話したんで、もうさらっとなんですけど、ボスゴドラですね、鋼ぐっすり元気チャージで、まあ元気チャージはこんな感じで自分の元気回復するっていうようなスキルで、で食材構成の方が肉、そして第2食材で目覚ましコーヒー、若さ大豆が第3食材というようなところですね。ここで言うと肉が A、目覚ましコーヒーが B で、大豆が C というような形で、これから ABC って表現していくんですけども、そういう風に覚えておいてください。で、お手伝い時間がさすがには木の実が強いんで遅くて3000秒とで、最大処理数が18個というようなところなんですけども、この子の食材確率、スキル確率の方は判明しておりまして、10月5日現在、食材確率 28.5%。超高い。まあ、欠勤具が 33.9% で、その次がこのボスゴドラですね。まあ、レノンクス様参照にさせていただいてまして、で、スキル確率の方が 5.2%。これはまあ、高いというところで、まあ、この後でね、このお手すびでこれぐらいの確率だったらこんなもんだよってなところは、ちゃんと表で示すんで、まあ、ぜひぜひお楽しみにというふうなところで、まあ、鋼の木の実がね、18分の2体というようなところなんで、だからまあ、食材確率が高めというところになってます。お手スピがやっぱそんなに早くなくなっちゃうんで、やっぱ木の実が強いと、一応そんな感じになっているんで、まあまあこの後の比較の方を楽しみに。さあ続きまして、コリンクルキショーレントラーという風なところで、電気の食材得意の方ですね。でまあさっき見たここはもうさらっとなんですけども、まあスヤスヤで出るという風なところで食材得意で、で、木の実がウブの実、電気でそんなに強くない木の実ですね。ただしスキルが良くて料理パワーアップですね、鍋拡張のスキルを持っているという風なところになっております。で、食材の方がトマト、オイル、コーヒーという風なところで、まあ、トマト酔い、まさかの結構まあ溢れてるトマト酔いという風なところですかね。お手つき早く2400秒で、所持数の方が21個という風なところですね。で、一応ちょっとこれ、検証中と書かれた数値をもうそのまま知るだけなんですけども、食材確率 20%、スキル確率 2.3% と現状書いてますけども、まあ、あくまで検証中の数値なんで、そこは本当にご念頭に置いてください。で、一応この数値をもとに期待チェックみたいなところはしてるんですけども、まあ、それも本当に検証中っていう風なところなんで、まあ、そこは注意してください。確定してないんでね、ぜひよろしくお願いします。で、ウブの木の実は18分の16位タイというようなところで、だからまあお手スピが2400秒というような感じですかね。一応そんな感じですね。で、次が虫の食材得意のアゴジムシ、デンジムシ、クワガノンというようなところで、まあ結構シンプルな性能をしてて、ウトウトっていうようなところで食材タイプで、エナジーチャージですが固定ですかね。固定なんで、これぐらいエナジーのエナジーチャージをしてくれるというようなところで、で、ラムの実の方ですね。そんな強くない。18分の17位タイとか、まあ一番弱いですね。っていうようなところで、食材が目覚ましコーヒー、キノコ、甘い蜜というようなところで、まあ目覚ましコーヒーを持ってくる要因というようなところですかね。で、クワガロンね、これなんか原作がオティスピ意外と遅いっていうようなところを反映してて、まあ反映しなくごめんなさい、なんもないです。はい。反映してて、で、2800秒で、19個っていうようなところですかね、所持数が。で、目覚ましコーヒーを A から持ってきてくれる子で、食材確率とスキル確率の方が、
宿題確率が 19.4%、 スキル確率が 5.1%、 これも検証がおそらく終了した数値なんですけども、そんなに高くない。2800秒のお手すきの割にはそんなめっちゃ高い方ではない。ただ食材が本当に貴重という風な感じですかね。一応こんな感じで、ここからね3匹の機体チェックを見ていきたいと思います。ではまずボスゴドラですね。レベル60の進化回数順当で、まあキャンチケとかオフで調べてるっていうような感じですね。で、完全補正の時の木の面積が 12,870 で、これがどれぐらいかって話なんですけども、完全補正のカメックスでレベル60で 14,63 というところなんで、木の目味はやっぱ高いですね。木の目安とかついたら5000の差が出るんですよね。5000ってめっちゃでかいですからね。で、食材量も多くて、無補正の時に、まあ、カメックスが 69.5 に対して、まあ、ボス5だったら 77.1 個というようなところで、まあ、全体的にやっぱ強い。まあ、それがなんでかというと、まあ、スキル効果の部分で元気チャージしてくれるんで、やっぱ高元気で働いてくれるんで、その分ちゃんとお手製に帰ってきてるっていうような感じですかね。まあ、逆にヒーラーが超優秀で、全部ずっと 80% 以上とかだったら、そこの恩恵そんな得られないんですけども、ただ一緒に寝なくていいっていうようなメリットがあるんで、そこは嬉しいですよね。で、食 M 字が101個で、まあ、めっちゃ肉持ってきてくれるっていうような感じかな。で、総論、まあ、まとめると、食材量が多くて、まあ、後ほど比較しますけど、全体的に食材量が多いというところで、あとは元気チャージで高回転率をキープ。結構、まあ、スキル発生もしてくれてるって感じですかね。で、あとは、鋼のため、木のエナジーが高いというふうなポケボーになっております。で、続きまして、クワガノンですけども、まあ、ちょっと、キテルグマと比較しようかなっていうふうな感じで、キテルグマ乗してるんですけども、完全無補正で9000の木のエナジーに対して、キテルグマが9687というところで、まあ、キテルグマよりも、まあ、ちょっと劣る。で、食材数についても劣って、まあ、これは食材のエナジーがキテルグマの高位に高いからってところはあるんですけども、まあなんか全体的にちょっと量とか的には物足りないかなって感じなんですけども、それを補うのが、エナジーチャージね、地味にちょっとこの子多いなって思ってて、スキル回数 2.76 回無補正の時なんですけども、キテルグマで言うと 0.71 回なんで、結構違う。4倍ぐらい、その変わってくるっていうようなところなので、まあ木の目エナジーが低いとお手スピが低い分、このスキルでなんとかしてるっていう風な設計になってるのかなと思います。ちょっと面白いですよね。エナチャイスなんで目立たないんですけども、ちょっと実はそういう設定になってるかなってところ。ただ、食材確率アップ M があっても、食材量は 66.7 個というところで、ちょっと食材量の点では物足りない、物足りないって言い方はあれなんですけども、ちょっとちゃんとサブスキル、整えたいなっていうような感じですかね。まとめると、ラムの木の実のため、木の実の味は低めというところと、食材量も多いわけではないと。ただまあ食材の種類がレアで食材エナジーが高いっていうようなところが武器になってるんで、この子はそういったポケモンかなと思います。進化で雷に使うんですけども、まあそこはその食材の種類とレア度みたいなところで武器にしてる。ただまあスキルの回数とかスキルのエナジーは高いかなっていう風に個人的に思います。さあ、そして次、これちょっと検証中の数値をそのままぶち込んでるんで、まあさっきの検証中の数値をぶち込んだところ、こんな感じになるっていうようなところですかね。まあだから数値のメガとかはそんなにしないんですけども、鍋拡張ができるトマト要因で序盤の攻略に役立ちそうかなっていうのが個人的な感想ですかね。バランス型の性能っぽいなって個人的には思ってて、まあもうかなり進めてゴルキューとかまで行ってる人にとってはちょっとあれかもしれないですけど、まあキャンペーンでね、まだ行ってなくてキャンペーンで若くされとるっていう風な分には、トマト要因とかオイル要因がいないんだったら全然この子は強いかなっていう風に個人的には思います。鍋拡張が効いてきますよね。さあ、それでは食材量の比較の方行ってみましょうか。まずはボスゴドラちゃんですけども、まあリザードンと肉の量を比較してみます。で、まあこの子肉園で使うかはちょっとまあ人によるんですけども、まあ肉の量を比較すると、肉の量はボスゴドラに軍配かな。これは多分ね、そのさっきカメックスと比較した時と一緒で、元気チャージでね、元気効率が上がってるっていうところあるんですけども、レベル50の時点でボスゴドラ 77.8 個、でリザードンが 65.8 個で、60の時点で101個と 87.2 個なんで、圧倒的にボスゴドラというふうなところかな。ただまあ量の差ちゃんとあるけど、元気チャージとかの話もあるんで、これはなんか結局ゴルキューで使うんだったらボスゴドラ、まあトープとかで使うんだったらリザードンとか、そんな感じの見方でもいいのかもしれませんね。その他のフィールドだったら、あれかな、木の道両方しないんだったらボスゴーの方が軍配があるかなって感じなんですけども、一応それぐらいで見てもらえればと思います。で、気になるのはコーヒー量の比較かなと思うんですけども、まあちゃんとその3匹話終わった後にまとめた図出すんで、ちょっとコーヒーは一旦置いときますね。ちなみにコーヒーは、ABB で 61.0 個というふうな結果になっております。では次、レントラーですけども、これ検証中の数値での試算なんで、まあちょっとあれですけども、まあ一応検証中の 20% っていうふうなのを仮定させてもらうんだったら、ウツボットよりも少なそう。ウツボット元気チャージ入ってるっていうのもあるかもしれないですけどね。なおかつオイル量については、まあ結構いい感じで、このままの数値なんだったら一番オイル量多いかもしれない。 AAA の毒ロック超えるし、海流も ABC の C だけで 58.6 個持ってくる海流バケモンですけども、まあ超えてくるというような感じで、結構 ABB レベル60になるとすごいオイル量になるのかなっていうような感じですね。ではちょっと検証中なんでね、ちょっとさらっといきますけども、次がクワガノンですね。コーヒー量についてはちょっと後で話させてください。 66.7 個が AAA なんですけども、キノコ量を見ましょうか。キノコ量はゲンガーと同程度、ちょい上っていう風に思ってください。
ください。ABB でキノグが 52.5 個で、ヌオーが一番多いんですけど、 AA のヌオーで 56.5 個なんで、これはもう個体値で余裕でひっくり返るぐらいの誤差ぐらいで思ってもらってもいいかな。4個とかそれぐらいだったら。なので、まあ、キノコ要因として ABB は参るというふうに思ってください。ただ欲しいのはね、まあ後で言いますけど AAA かなというようなところになっております。それでは食材量の比較ですけども、これレントラーは検証中なんでちょっとあれなんですけども、食材量、クワガノンの方がコーヒー AA で 66.7 個で、ボスガノンの方が ABB でコーヒー量 61.0 個っていうようなところなんで、コーヒー量はクワガノンが勝利というようなところですかね。まあ、圧倒的かというと難しいんでちょっとあれですけども、クワガノンが勝利というところになっております。で、厳選優先順位とかはこの後ねちゃんと話そうと思うんで、一旦コーヒー量がクワガノンが多いというようなところで事実を述べさせてもらって、で、コーヒーのレシピちょっと見ると、ピヨピヨパンチ辛口カレーが目覚ましコーヒー11個、目覚めるパワーシチューが目覚ましコーヒー16個っていうようなところで、3食作って33個と、48個かな。で、マケンキコーヒーサラダが一番容器量高くて28個、3食作ると84個必要というようなところですね。早起きコーヒーゼリーが16個で3食で48個、スパークスパイスコーラが12個で3食で36個。なので要求食材料ね、一番多いものだけ見てみると、まあ、これ最強料理3種類取ったっていうようなところなんですけど、マケンキコーヒーサラダが、まあ、3食で84個、これがあの1日の最大要求量というようなところですね。で、これ表は食 M だけついてるんですよね。だから食 M だけだとクワガノンでもちょっと1日賄えない。ただどうせこれを作るときキャンチケ使うんで、キャンチケ雑に 1.2 倍すると、まあほぼほぼ賄えるかなっていうのぐらいかな。食 M があれば一応それぐらいの温度感で見てください。まあただこの辺の料理作るのはね、結局ねあれなんですよ、多分備蓄とか含めるんで、コーヒー豆の備蓄とかをしてサラダ作るとかが多くなってくるかな、これを見てる感じは。まあそこはクワガノンかボスゴドラがいるかとか、その辺も関わってくるんですけども、とりあえずあの量としてはこれぐらいの目安で見てください。まとめると、純粋なコーヒー量はクワガノンが上というふうなところかなと。でもただし、マケンキサラダの制作の一点においては ABB ボスゴドラが上回っております。なぜかというと、マケンキサラダについては肉が必要なんですよね。だから肉の分の 15.2 個も加わると食材の総量がクワガノンを上回ってくるんで、なのでそのマケンキサラダ1点張りっていうようなところでおくと、そのあれかな、ボスゴドラが上回るみたいな、そんな感じの面白いバランスになってますね。ではちょっとスキル効果の方を見ていきたいんですけども、ボスゴドラの方がね、まあまあ多いっすね。モーセの時に 3.01 回というようなところで、バンギが 3.35 回、ラウドボーンが 4.03 回で、まあ、他の子たちが多いっていうような見方はできるんですけど、カイリュウが 1.64 回で、カイリュウよりは多いと。ていうかまあ結構バンギに近いぐらいの、スキル発生数と思ってもらえればいいかなって思いますね。まあそこそこ多いんですけど、バンギライドには劣るみたいな、そんな感じのイメージですね。で、一応レントラー、これ検証中の数値の試算なんで、まあ特別なんですけど、鍋学長、検証中の数値のままだったら、マスカーニャよりは上回ってるかなっていうようなぐらいですかね。ここはまあ勘違いのは本意ではないんで、さらっていきます。で、次がクワガノンのエナジーチャージ S、まあ、カッコ固定と、まあ、固定とランダムの値があるんですけど、エナジーチャージって、この子は固定のスキルですね。なんですけども、多分多いっすね、他の子と比較して。さっきキテルグマと比較した時に分かったかもしれないですけど、ライチュウと比べても多いですね。やっぱ、木の実のエナジーが低い分、この辺の、スキル側でなんとかカバーしてんのかな。スキル側でのカバーはでも嬉しくて、いろんなフィードで、ね、木の実のエナジーが、高いと、高くても、好みの木の実と一致してないと、それって本領発揮しないんで、食材得意ってでもいろんなフィールドで使うかなと思うんですけども、まあいろんなフィールドで使う食材得意なので、木の実のエナジーが低くて、その分スキルでカバーしてる。スキルはどのフィールドでも同じなんで、フィールドボーナスがかかるぐらいで、なので結構嬉しい性能ではあるのかなって思います。とは言いつつ、まあまあまあそんなにめっちゃ変わるかっていうとそういう話はないので、まあスキル確率で上がってたらやや嬉しいかなっていうようなぐらいの数ですかね。ちょっと多いっすね多分。さあ、それではそれを受けての厳選優先順位なんですけども、無課金から美課金はクワガノンが一番欲しいですね。特に AAA のクワガノンかな。で、その次がボスゴドラで、その次がレントラーというような感じかな。レントラーまだちょっと検証中の数値なんですけども、まあ基本的には食材構成がかなり大きい話を占めてるんで、まあ一応そんな感じかな。レントラーについては食材構成の話で、これでクワガノンとボスゴドラについては、まあ食材確率とかを含めてこんな感じ。ただ、重課金については話が変わると思ってて、クワガノンとボスゴドライコール、もしくはボスゴドラちょっと上になる説すらあるなって僕は思ってますね。クワガノンボスゴドライコールでレントラーという風な形の厳選優先順位になってくるかなと思います。で、この理由なんですけども、ちなみにちょっと補足ですいません、ボスゴドラ肉要員がいない場合はボスゴドラの AAA 欲しいですし、トマト要員オイル要員がいない場合はレントラもうちょい上がるとか、その辺の補足はしときますけど、これはあくまでそのコーヒーに主眼を置いた場合の厳選度になるんで、優先度になるんで、そこはご承知ください。で、ここの理由なんですけども、基本はねコーヒー要員で AAA のクワガノンがみんな欲しいんですよ。ただボスゴドラなんですけども、ゴールド級発電
年書における魔剣鬼サラダ要因の1点においては ABB ボスゴドラが圧倒的に強いんですよ。それは肉が手に入るっていう風なメリットと、加えて木の実が一致で、しかも鋼の木の実が強いっていうようなところなんで、やっぱクワガノンよりも木の実の面を含めると馬力が上がってくるんですよね。なのでまあそのゴルキュー1点張り、魔剣鬼サラダ1点張りだったらやっぱりボスゴドラが、 ABB のボスゴドラが優先順位上がってくるかなっていう風な感じなんで、この重課金にはこの優先順位にしました。ただまあ最強料理を作るかどうかみたいなところはあって、無課金とか美課金でもやっぱりその週末日曜日に最強料理作るとか、日曜日だけのためにちょっと集めとこうってのは全然あると思っていて、まあだからね、無課金から美課金でもまああのクワガノンとかは取っときたいなとか、まあボスゴダラでもいいんですけどね、まあ取っときたいなっていう風なところですかね。で若干熱量について話したんですけども、厳選の熱量どれぐらいかって言いますと、まあ無課金から美課金はまあキャンペーンで高品要因しっかりとゲットしておきたいよねっていう風な感じですかね。ここから2週間、キャンペーンあるんですけども、そこで若草とかでも出るんですよね。まあゴルキュー未開放の人は結構しっかり、マジで結構しっかり取りたいなと思って、なぜかというとコーヒーゼリーとかそういった強いものを作るからと。でゴルキュー開放してる人は多分ね、絶民カレーとか作れる人多いかなと思うんで、そういう人は将来に備えてキャンペーンのうちに取っときたいねって、それぐらいの熱量かなって思いますね。だから今回ねポケモン出た時ね、無課金から美課金の人とかはね、まあまあ、あこんなもんなんだって思ってる人も多いかもしれないですけども、それはなんか正しいというか感覚として、なんか最強料理のハードルがあまりにも高すぎてね、ちょっと現実的じゃないんですよね。ただ煉獄コンキーマカレーが出てきもそうなんですけども、まあなんか作れないよこんなのって思ってたけど、いつの間にか作れてるじゃないですか、半年ぐらいしたら。やっぱそれと一緒でそのうち作れるようになると思うんで、それを考えると今からコーヒー要因はしっかりゲットしておいた方がいいのかなと。日曜日にね作るとかは全然あると思うんで、なのでまあ熱量としてはまあ結構高いんですけども、まあなんかこ う絶対絶対触らないと欲しいっすみたいな、そこまでは言ってないかなっていうのが所感ですかね。ただし重課金別です。何が何でも強いコーヒー要因欲しいですね。なぜかっていうと、重課金はやっぱり最強料理作りたくなるじゃないですか、もう定めじゃないですか、それが我らの。なのでまあそういった人にとってはやっぱあの強いコーヒー要因が欲しいんで、 AAA クワガロンでもいいですし、 ABB ボスゴドラでもいい、僕は両方欲しいかな。まああの答え次第ですけどね、一応そんな感じで厳選の熱量、つまりまあ最強料理への熱量ってところがポイントになってくるかなと思います。ぜひ参考にしてください。それではちょっと個体値の話というか、まあ食材構成からまずは厳選についての現状の私の考えですけど、まあもまあ今後ね厳選解説動画一匹一匹詳細出すとは思うんですけども、一旦その皆さんがこれから厳選する時のための一旦の、参考にしてください。まずボスゴドラ、魔剣鬼サラダ要因の ABB は特に重課金勢におすすめかなって思いますね。機能エネルギー高いんでゴルキューのコーヒー要因として総合力が高いですね。まあ肉要因がいない場合は AAA は強いんで、そこもぜひぜひあの見てください。で AAB とかどうなんだとか聞かれるかもしれないですけど、 AAB とかはこれ結構難しくて、環境によって左右されることが多いんですよね。今回魔剣鬼サラダがめちゃくちゃ強いんで、その場合その1点において AAB ってのはいいんですけども、ただねちょっとやっぱりそれが環境から変わって、そのコーヒーと肉のセットじゃなくなった時に一気に使いづらくなっちゃうんですよね。なので ABB とかだったらまだコーヒー要因としての対処ってできたりするんですけども、なので今回おすすめは ABB というようなところかな。そこのなんか環境変化への適応性みたいなところの、ことを考えるとやっぱレベル上げ大変なゲームなんで、 ABB をおすすめしているというようなところになっております。で次がレントラ。まあレントラはね、 AAA のトマト要因か ABB のオイル要因は環境が変わっても強そうなんで、いて困らない、鍋拡張もできるし、最近始めた人は積極的にゲットしたいかなっていうようなこうですね、鍋拡張欲しくなる時あるんで、それをねレントラ入れとくだけでできるってのはめっちゃ楽なんでね。あとはまあ AAC、 C がコーヒーですけども、のシチュー要因、最強シチュー要因のためには、それは結構使いやすいんですけど、やっぱ環境の変化に弱いってことは注意してください。ほんとレベル60上げるの大変ですからね。で最後クワガノン、原則は AAA のコーヒー特化要因が圧倒的に欲しいですね。でただキノコ要因としての ABB は全然悪くないんで、それはなんかこうあの勘違いしないようにっていうようなところですかね。 ABA とか AAB についてはシチュー特化型になるんですよね。強いんですけども、環境の変化には弱いんで注意してください。で補足的なところですけども、一旦 AAX 型、 X は何でもいいっていうようなところなんですけど、をレベル30まで上げて、まあ即席コーヒー要因の準備をしとくのはありかもしれない。一旦ねコーヒー豆をゲットできる準備だけしといて、それだったらねそれを1個取っとけば、まあ食材ゲットとかも使えたりするし、それレベル上げなくてもいいですけどね。まああの食材ゲット S とかでもあのコーヒー解放したらあるんで、まああの1匹取ったらコーヒー解放、もしくは AAX だったらレベル30のコーヒー要因を作るとか、それはありかなって思うんで、ちょっとまあそういう使い方がクワガノンはできそうですね。ではサブスキルと性格についてなんですけども、基本的にはどの子も食材特化型がおすすめかなと。食材アップとか、食材確率アップ系とか、まあ冷静性格とかでもいいんですけど、食 M とかねとか、あとまあお手スピアップ系、お手スピアップはね木の実も増えますけども、この辺で食材量を増やしたいですね。で、まあ、いろんなフィールドで使うことになると思うんで、お手伝いボーナスがあると、どのフィールドでも他の子を 5% 引き上げることができるんで、なので、どの
のフィールドでも活躍できるのはお手伝いボーナスかなと。で、個別で補足すると、ボスゴドラはね、ゴールド級発電所で使う場合、まあ、使いたいなって感じかな、重課金だと。その場合は特に、木の実の数エースはかなり強いですね。普通に強いと思います。なので、まあ、ボスゴドラ木の実の数エースで食材量減っちゃうとか思う人もいるかもしれないですけども、木の実の数エース、ボスゴドラについては割と強いかな。クワガノンについてはちょっと軽すぎるかもしれませんね。あとは、レントラーはスキル確率で、まあ、評価上がるかなっていうようなところはあります。鍋拡張の確率上がると嬉しいんでね。一応そんな感じになっております。で、レシピについて、まあ、ちょっとお話してますけども、この動画概要欄に貼っとくんですけど、これマジで見てください。もう本当に絶対見てほしい。もういろんなポケモン、このポケモンの評価上がるよとかも、この環境のところから分析してるんで、まあ、ぜひこの動画も合わせてご覧ください。新環境の解説の動画ですね。ぜひぜひ今日の動画と合わせてご覧ください。それでは、厳選の優先順位の方、いかがでしたでしょうか。まあ、高品要因ね、もしかしたらもっと強いの出んのかな。でも、一旦はやっぱクワガロンとか、で、まあ、食材量少ないと思うかもしれないですけども、やっぱ食材のエナジー結構高いですからね。そういうのが結構やっぱり、ちゃんとポケモンスリープって計算されてるんで、調整されてるんで、そういったところもあるのかなっていうふうに思います。ボスゴドラが600族だったらね、海流枠で最強だったかもしれないんですけども、そこはね、もしかしたら今後セグレールとか来るかもしれないんでね、それを楽しみにしておきましょう。それでは、参考になったよというふうな方は、高評価とチャンネル登録ポチッと押してもらえればめっちゃ嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。明日にはね、キャンペーンとかの解説動画、パックも含めた解説動画出そうと思ってるんで、お楽しみに。それでは皆さん、これからのポケモンスリープ楽しんでいきましょう。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。